僕の名は藤代城。お嬢様学校として知られるここセイントテイル女学園に新任教師として赴任してきた。専攻は倫理社会。でも本当の職務は生徒のカウンセリングなんだ。春季の少女たちからいろいろな悩みを聞いて対処方法をアドバイスする。それが僕の役目だ。さあ、今日はどんな告白を受けるんだろう。お待たせしたかしら。じゃあ早速カウンセリングしていただこうかしら。先生、いつまで私を立たせておく気なのかしら。いい加減で椅子を進めてくれません？はい。